ど、こんにちは。こんにちは。今日オープンマイクということだったんですけど、ちょっと僕何も用意してなくて、何もやる気がしなくて、で本当はこういう表現の場を機会があったら自分でギターを弾きながら自作の詩を朗読したりっていうのをしたかったんですけど、ちょっと今日は準備する気力がなかったので、なんていうか、本当はそういうことがしたいんだなっていう気持ちで聞いてもらえればと思っています、思いました。でも話すことはいろいろ考えていて、今日も18時からだったので、時間がいっぱいあったので何話そうかなとか思って、すごい悶々としながら過ごしていたんですけど、もうだけど僕は夕方にから行動するのが苦手で、朝とか日中の日が出ている時間の方が好きなので、もう対話の実験室さえなければなと思いながらも、本当にずっと悶々としながら考えていて、自分は本当は何がしたいんだろうって考えていて、その中の一つに、ギターを弾きたいとか、ギターを弾きながら歌を歌いたいとか、音楽をやりたいっていう気持ちがあるなと思って、とりあえず中途半端でもいいのでギター教室に通ってる間だけでも音楽に触れようかなと思って、で最初の課題曲として、皆さんはご存知かわからないんですけど、伊勢正三さんというかぐや姫っていう、グループのメンバーの人が作って歌ってる22歳の別れっていう曲があるんですけど、その曲を選んで、で練習したんですけど、結構難しいのと、あんまり練習する気がなくて、でその次は同じかぐや姫の神田川っていう曲にして、曲を選んで、僕はフォークが、日本の70年前後のフォークとかロックが好きなので、そういう曲を選んだんですけど、またその2曲選んでもこう練習するのには飽きてしまって、でギターも実家から持ってきたんですけど、全然触る気もしないし、ギターの弦も張り替える気もしないし、張り替えても音も出せないので、やっぱり そこまでギターがやりたいわけじゃないんだなと思いつつも、
でまたギターの先生に相談をして、次の曲は吉田拓郎さんの落葉がやりたいですって言って、落葉っていうのは、まあ、拓郎さんを象徴するような曲で、ものすごくこう叫んでる、熱く叫んでる曲なので、その曲を通じて僕ももっとこう叫べるようになりたいなと思って選んでみました。あと何分ぐらいです？5分。そんな遠回りをしないで自分で言いたいことを言ったり叫んだりすればいいんですけど、どうもうまく叫べないくて、無理して叫ぶこともないなと思って、ここでつぶやくだけでも表現になるとは思っているんですけど、でも今こういうことを話しながらもすごい無難なことばかり喋っていて、ここは一応建前として何でも言っていいという場なので何でも言っていいはずなんですけど、でもなんか本当に言いたいことは全く言ってなくて、もう余計なことばかり喋ってる気がするんですけど、なので先ほど嫌われる勇気の話もあったんですけど、本当に人に嫌われるぐらいすごいことを言ってる人ってあんまり見たことはないんですけど、交差点のことは好きで、この場には通っていながらもずっともうここに来てはいけないと思っていて、いつも物足りないとかレベルが低いとか文句言いながらも来てしまっているので、もう本当に早くこういう安全なところから飛び出して、もっと広い世界に旅立っていきたいんですけど、なかなかそれができずにいて、あ、で、ちょっと今言いたいことを無難なことではあるんですけど思い出して、さっき魚さんでしたっけ？がギター持ってる姿を見て、ギターを弾いてる姿を見て、やっぱりそのギターを持ってこう歌っている姿っていうのは、すごく尊いなと思って、で僕はボブ・ディランの「ノーディレクションホーム」っていうドキュメンタリーがあるんですけど、そのドキュメンタリーで若い頃のボブ・ディランが
大勢の人の前で歌っているんですけど、アコースティックギターを持ちながら、その姿を見ると尊いなと思って、でサブタレニアホームシックブルースっていう曲のプロモですごくいっぱい言葉を発していて、でプロモーションビデオではなんか紙芝居みたいにしてこう言葉をこうどんどん、なんていうの、言葉だけ書いた紙をこうめくってっていうんですけど、僕もすごい自分いろいろ言葉をなんていうの伝えたいことがいっぱいあって、言葉をどんどん発していきたいっていう気持ちがあるので、すごくそういう姿が羨ましいなと思って いて、でも本当の本音を言うと、僕は視力矯正の不具合を抱えていてずっと悩んでるんですけど、僕はでも自分と問題、本当に問題意識や志を共有できる人と出会えたらすぐに解決できるっていう直感がずっと昔からあって、それができないっていうことはやっぱり物足りないとかレベルが低いって思ってることは本音で、なのでやっぱり出ていかなければいけないんですけど、最後の一言？あ、いや、もう大丈夫です。以上です。ありがとうございました。ちょっとせっかく持ってるんだから、ちょっとかき鳴らしてください。かき鳴らす？もう、今あんまり普段触ってないので、クラシックギターはね、結構ネック広くて筋肉トレーニング大変なんですよ、だからちょっと最初のギターとしてもね、ちょっと課題が高いと思う。ちょっと私の意見で、ギター教室ではガットギターで、そうですね、じゃあ次のとりあえず井口正樹さんありがとうございます。とても興味深い話で、で美穂さんの方から、はい、なんか質問とかコメントとか、はい、ちょっとなんて言うんですかね、まずはお疲れ様でした。10分間でも、ものすごく汗もかいてるんで、ものすごく緊張されたんじゃないかと思うんですけど、それでもそんな中で自分の思っていることをただひたすらつらつらと喋れるっていうのも私にとってはすごくて、どうしてもなんかこう言ったら人にこう思われるんじゃないかとか、なんかこう言ったら人はつまんないこと思うんじゃないかとか思ってしまうんですよ。でもそういうの気にせず、思ってるままに、ありのままにただ喋るっていうのができるのまですごくて、私はそれに感動しました。それはやっぱり人を、そういうことなんか嫌われる、なんとか、なんでしたっけ、嫌われる勇気につながってると思うんですよ。やっぱ人、他人軸じゃなくて自分軸というか、
なんか自分があって言いたいことを言うってできそうでできないから、それがまずすごくて、もうそれもう こんな簡単な感想で申し訳ないんですけど、もうそれに一番感動しました。お疲れ様でした。 ありがとうございます。すごい話ですね。ありがとうございます。なんか答えとか、答え、まあ、そうそう、コメントとか質問、なんかここに終わってしまうと悲しいで、なんかちょっと、いやでも全然まだ言いたいことは言えてなくて、もうちょっとこう叫んだりとかもしたいんですけど、なんか質問、すいません、お名前もう一度。すいません、私突然今日参加することになった山本と申します。山本さん。そうです、ここも初めてさっき知ったぐらいなんですけど、こういう場所があるんだなっていうのはまずなんか面白いなと思うし、そしてそれをこう利用し活用して、ただ思ったままをありのままを喋るっていうのはとても素晴らしくて、ありがとうございます。なかなかできないことだと思うんですよ、社会では。だからそれがすごいなと思いました。じゃあ、山本さんも、ありのままの、はい、この後、そうですね、喋ってください。やります。ありがとうございます。次の準備を、ありがとうございます。質問したい。